大いなる災い、乱流天妻ヶ土が出現したとのことだ。来ましたね、天妻ヶ土破滅の、あてか影郎さんだ。それがしの第二の故郷まで滅ぼそうというのか。なんかあれだっけ、一つ目の故郷が滅ぼされたんだっけ。そうだよね、書いていた主君を奪った憎き仇。あ、その主君こそよもぎ殿の母上様。そういえばそんな話がありましたね、十数年前の、あの日それがしは。君よりまだ赤ん坊だった姫巫女様を託され最後の命令を受けました。ああそういう感じだったんだ。瀕死の重傷を負いながら故郷を脱出した影郎はこの里へと流れ着いた。あ、よもぎ殿は知らないんだ。知らないのか。万全を期してうつしも同行させる。一緒に来てくれるんだ。なんかセリフあるかな。いらっしゃいませ。世間話。あ、ちゃんとセリフがある。逃げ延びてほしいという主君の遺言は成し遂げました。多くの腹からを主君を奪った天妻ヶ土への復讐。なるほど。さあ、クエスト名、クエスト名はこれ大事ですよ。クエスト名、あ、違うんだ。愛する故郷に日はまた昇る。いや、ここは舞うは嵐、奏でるは彩花の調べがいいなって思ったけど、まあまあ状況に合わせたクエスト名っていうことでいきますか。言われてみればこのフィールドめちゃめちゃ天妻が土っぽさあるな。エンタニさんこんばんは。いや、天妻ヶ土はね、サードの時結構戦ったんだけど全然行動は覚えてないな。あ、でもなんかこれムービーさ、これ多分あれだよね、ムービーが、あー、いいね、この琵琶法師の盛り上がりもあれでらしいですね。ムービーがサードのオマージュというか、武剣さん落ちした。そっかそっか、ついこれだけじゃないんだよね。あ、そうじゃん、琵琶法師さん久しぶりか、言われてみれば。あ、言われるまで気づかなかった。影郎さん一曲来たんか、この人。サンブレイクはずっとフィオレーネだったもんね。よもぎちゃん、ここは危険です、早く戻って。私が止めなきゃ、行くんでしょ。アクトスで行きましたが結局アクルスになりました。まあアクルス安定ですよね。あの竜だけは撃たねばならんのです。これはあなたにとっても、今回はちゃんとストーリーのシーンがあるな。ありがとう。茶屋を一緒に作ってくれて、お仕事のやり方いっぱい教えてくれて、守ってくれて、赤ん坊の頃からずっと なんかよもぎちゃんってストーリーの途中もあんまり喋ってた記憶がないな。
顔が顔バレか、あ顔バレだ。守り抜きます。よもひとろ、こだりも必ず、そしてこれから先も。いいね。これはこの曲は天妻がつしのアレンジとかかな。なんか心なしか声が突然たくましくなった気がする。盟友参戦っていうわけではなかったが、こんばんはニンブルさん。行こうか、まだです。ちょっとかっこいいじゃん、うつし殿。すでに成功は見えている。カムラの里を、おいちょっと近い近い。きますか。ちゃんと塗り亀取っとこ。ええ今の音鳴ってたっけ。何これ、もしかして演出だったりする。今のアイテム取得音しちゃー。おー、あーなんかこの方向のモーションは覚えてるな。球体さあ、肉質は？おお危ない。あなんかこれ、これ海流種、海流種のさモーションじゃない今の。ためが長い。頭は割と届くな。なんて言ってた今。活用しよう。ほ、ダメか。風車にしとくかとりあえず。曲も聴きたいけど、あんまり天妻が土の曲を覚えてないんだよな。あ、大砲とかバリスタがあるよって言ってた。助かる。こいつもさ、あれだったりするかな。第二形態入ったら曲が変わる的な。今んとこ結構シンプルだな。お、いいね。腕は弱徳通ってないっぽいかな、これは。いや、通ってるか、これは。割と際どい。なんだ、なんだ。なんだ、やばい。やばそう。いってーす。ちゃんと。おお、危ね。今の。今の受け身、受け身結構勝ってきそうだな、今の。サンブレイクのモンスターさ、みんなあの、方向のモーションに入るときに、こっちに向き直った後、あの実際のブレスが出るときにも、こっち向いてくるから、強いよな。おお、あーなんかクシャルダオラみたいな音してる。来るぞ。なんだとりあえず。あーこれ、これ吸い込まれるやつだっけ。あーなんかこの突進覚えてる。この突進は覚えてる。危ね。あ、そっか、こいつってなんか雷もまとうみたいなあれがあるんだっけ。お、いいね。あ、ダウンだ。いいぞ。これはきっと属性が通ると信じて回転ループで攻撃しよう。きっと属性が30くらい通ると信じて。あ、ちょっと、あれガルクは。あ、大砲ある。おい、なに、ははは、ちょ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 。ど、あ、
なるほど。え、これでやること、これで合ってる？大丈夫今の。びっくりした。急にボタンガイド表示されて何かと思った。あー、これ覚えてる覚えてる覚えてる。あ、これめっちゃ覚えてる。これさ、あれだよね、ダメージ当てて中断できるんだよね。ちょっと今一回逃げ始めちゃったからさ。あ、やばいやばい。おお。あ、でも全然平気でもないけど、即死ではない。いやー、懐かしい。あー、2回目がある。なんかエスピナサーシュみたい。こんばんは、篠さん。これはダウンではない。117か。そんなめちゃくちゃ柔らかいわけでもないな。なんだ、ああ、おお。 BGM も変わりますと。いいね。これ2回、ああ、結構判定長い。間違えた、ま、間違えたけど、まあいいや。ついでに投稿。おお、何それ。おい、え、これ、ちょ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 、なるはたた姫。あっぶねえ。こいつってもともと雷使ってきたっけ。それすらあんまり覚えてないけど。これ2回目が、2回目ブレスじゃない。おお、全然終わんない。派手だな。第2形態でこれくる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 、あ、くるくるじゃない。これ追尾、あ、追尾してくるわけではないのかな。さっきのはたまたま。おお、あ、これの後は威嚇がある。これ大砲どのタイミングで使えばいいんだ。これサンブレイクというかライズで大砲を使った記憶がないんだけど。あ、記憶がないわ、嘘だわ。普通にナルハタタ姫とかで使ってたか。そうですね、そこまで火力は高くないというか、少なくともワンパンではない。おーおお派手だね。いいね。あー、そっか、往復か。あー、曲かっこいい。これは変わんないのか。あれ、頭に勝利当たったりするかな。これはてか、これクシャルダオラ。おー、あれ、あれみたい。百竜の炎言みたい。これが、あ、これさっきと同じやつ。初手で近づいちゃった方が良さそう。これ、あ、まだなんかある？まだなんかある？これで？おお。続きすぎ。続きすぎ続きすぎ。これ2回だよね。頭、口元は安全？大丈夫そう。こいつひるみモーション長いな。なんかすごい偶然馬撃できた。おお、いいね。あ、なんか肉質も多分柔らかくなってるかな、これ。気をつけろ、気をつけろ。なんだなんだ、早い早い早い。あー、流布圧。おやちょっとかきれむし。なるほどね、大かきれむし、空中停止、早掛け前方。おお
なるほど、空中にとどまんないといけないわけね。面白い。ええやん。なんかさ、ずっとさ、この大かけるめしとかかけるめしギミックを使った戦闘はまあもともとあったか、あったっちゃあったか。なるはたた姫とかもそんなあったもんな。これはなんだっけ、なんかまた別のやつか。あ、威嚇がある。お、あー、これどうしようかな。ちょっと、あー、大砲とかも使えた。あー、ナイスナイスナイス。これ誰か、なんか、なんか教官がなんかやってくれたのかな、今。おー、これは、これは、あ、追尾し、自分に撃ってくる。おー、あ、なんかこれとか、すごいナルハタタ姫の動きっぽいな。お、威嚇が長い、素晴らしい。いや、つむじ狩り出した方がよかったな。いやー、下手にバックステップしない方がいいな。いや、いいな。めちゃくちゃ、めちゃめちゃ綺麗。見た目が。この気配、考えがある。何、総流してくる、なんか連れてくる、そんな感じの言い方だったよね、今。ジンオーガとか連れてくる。いや、曲かっこいい。いやー、これ走ってるだけじゃダメか。ただ、あー、あ、いやー、今ガードしたつもりだったんだけどな。あれかな、角度がダメだったかな。いやー、と天気も雨だ。なんだっけこれ。これは普通のブレスか。あ、ハテナハテナハテナが出現しました。ハテナハテナハテナとは、この子に協力してもらって。あ、びっくりした。うつし教官のことかと思った。あー、やっぱり神王がなんだ。しかも近雷光だ。いや、いいね、こういうファンサービス。いいよ、こういう。おお、ちゃんと BGM まで。なるほど、自分で総流すんのね。あ、これ近雷光神王が総流すんの初めてな気がするな。近雷光じゃねえわ、なんか素で間違えてたけど、主神王がね。別に何が強いんだ。なんかこれモーションの割にそんなに強くないな、これ。これ2回かな。よし、わ、こいつ、これフィニッシュか。フィニッシュめちゃめちゃかっこいいな、こいつ。多分初めて総流したけど。あ、え、なんか尻尾切れた。
全然攻撃してるつもりなかったのに。これはあれか、またあれかな、また大かけり虫かな。あれ違う、あ、違う、え、これはなんだなんだ、なんかすごい撃つし教官が空中で微動だにせずにとどまってた。今のあれかな、さっきの大化切り虫使えみたいなやつとはかな、それとは別かな。あ、これ自分を追ってくるやつ。せっかくだし大砲とかも使いたいけどな。何これ閃光玉って聞いたっけ。あ、乱流の住居格、そうかそうか、落とし物もあるのか。あー、このやっぱこの音よ。これ走ってるだけじゃ避けられないっぽい。おわっぶねー。これなんだこれ、緊急回避すら勝ってくるってこと、このモーション。よしよしよし、よしよし、終わった終わった、いいよ。これは普通の方向、これ攻撃しろ攻撃しろ、落ちろ落ちろ落ちろ、いけるいけるいける。あ、ちょっと当たりどころが悪い。いやー、あ、これか、これか、もしかしてこれだっけ。え、違う、まあまあまあいいや。でもこんな大かけり虫もともとあったっけ。これ天妻ヶ土専用だよね多分。いや、これちょっと怖いな、怖いから待機しとこ。いって、なんだっけこれ、雷か。ちょ、長い長い長い、コンボが長い。これまたなんか新しいやつじゃない、ポレユキ両具生物。よし、大砲使うか。大砲、大砲でとどめちょっと刺したくないけど。タメ貫通弾、なんか知らないやつ、知らないやつというか、これあれか、百竜夜行とかで使ったやつか、懐かしの。いって、ちょっとやばい、回復がねなくなりそう。さっき死んだ時補充してくればよかったな。これの後威嚇あるんじゃなかったっけ。あー、やったやったやった。さあ、クリア後の、クリア後の S は、あー、これ、この BGM だ。いや、これは飛ばせない。言わせてくれるかい、君は俺の誇りだよ。うわー、懐かしい、これ覚えてるな。晴れた素晴らしい青空。乱気崩壊、乱流の重核、乱気崩壊、乱流の構想。頼むぞ。え、剥ぎ取り4回か。いただくとしよう。いや、最初この演出見たとき感動したな。いや、音楽はさ、音楽とか演出は多分来るだろうなって思ってたけど、まさかこの効果音までサードになってる、サードというか昔のやつになってるとは思わんかったわ。
強力なモンスターの素材は難しい技法で加工する必要があるが、武器に特殊な力を込めることができる。天妻ガチの素材であれば申し分のない力を持つ武器となるだろう。え、なんか別の、天妻ガチの素材から作られる武器は鉄柱主義の威力が上昇するという特殊な性質を持っています。はあ、また武器の特殊効果ね。さあ性能は、いや水属性強くあってほしい。乱流派生、強砲、なんて読むんだこれ、翼乱でいいのか、違う気がするけど、攻撃力360、切れ味紫、水属性41。いやこれは強いでしょ。これはもうこんなん強いじゃん。会心率マイナス 25% とはいえ、いやーようやく水属性強いの出てきてくれて嬉しいな。防具は放天、回避性能5。なるほど、天意無法。これは大型モンスターの狩猟中ダメージを受けない状態を続けると効果発動。大型モンスターから大きく離れたり吹き飛ぶ攻撃を受けると効果解除。ほう、効果発動中スタミナ消費軽減と一度だけダメージ軽減効果を得る。あやがいを行うと切れ味が回復し弾を装填する。へえ、あ、火力が上がるわけではないんだ。あ、スタミナ消費無効になるんだ、レベル3になると。これ早替えしたら一回効果途切れるってこと？それともこの効果発動中はさ、何回でも早替えしたら切れ味回復みたいな、そういう話？からの解放4、天意無法。まあ、天津はこんなもんかな。とりあえず奥福シャガル行きますか。